とか。モンスターです。いやー、ほうれん草めっちゃ良かった。最高でした。で、僕らクッキーモンスター1回戦の時ヘルプで先輩に入ってもらってたんですけど、その方にゲストで来ていただきます。シュータさん、お願いします。
次にやる曲は1回生のイブさんの時にやった曲を懐かしくてやらせていただきます。ちょっと待ってくださいね、すいません。了解です。あ、すいません、少々お待ちを。じゃあまあここでちょっとお話しさせていただきます。ですね、今までほんまに3年間ずっとやってきてめっちゃ楽しかったし、ほんまにみんな大好きです。最高の3年間でしたっていうのを後の方の曲で言おうと思ってたんですけど、まあ、その方どうしようかなって今考えときます。歌いながらどうしようかなどうしようかな。そうやな、いろんな思い出がありましたね。夏合宿とか、ランダムでいじめられたりとか、ほんまに大変でしたよ。ステージに縛られたりとか、どうなってんすかほんま。ランダムおかしいでしょ。それでね、1回戦も頑張っていただきたいと思います。ずっと続けたらめっちゃ楽しいんで、ほんまにみんなずっと続けてください。ほんまに最高に楽しかったです。それ言うたかもうちょい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 、さーてこっちあ、すいません、恥ずかしい。ああ、そうやな、多分今日も泣くんでみんな一緒に泣いてくださいお願いします。じゃあ次の曲、ブルーハーツで終わらない歌。
とうございました。ではシュータさんに拍手をお願いします。ありがとうございました。ちゃんとオンジと3人で喋る予定だったのに、僕一人で何人喋ろうかなみたいな気持ちになって山田翔、なんかずっと喋らん喋らん言ってたけど、1回ぐらい喋った方が二の単位じゃん。お疲れ様です。
改めましてお疲れ様です。クッキーモンスターです。まあ時間ってほんまに早いですね。もうあと僕ら2曲です。めっちゃ寂しい。いや悲しい。ほんまに終わりたくないんですけど、まあ次の曲もどうせ時間押してはないか。でもあ やります。次の曲は夏合宿でこの前のやった曲をやらせていただきます。お願いします。ロックスターを知った、まだ僕は生きてる。母が僕のことを産んだ、いくつのことだっけ。優しい人でいたいな、大人になったんだ。許せることが増えた、譲れはしないけど、ちっちゃにた自分を知って嬉しいと思った。少しずつ受け止めてゆく、少しずつ受け入れてゆく。守れる人でいたいな、時間が解決したくなる。この通りだと思う。でも優しくは歩き聞かせる。自分が見つけた。もはや終わればと思った、挫折もあったな。でもまだ終わっていなくて、まだ終わらせてはいなくて、笑い話にできた時大人になったんだ。ロックスターは死んだ、まだ僕は生きてる。悩み事なんか今日の不安なら集め、その中で増え続けたく、出会いは増え続けたい。長い日がある今日も一人に渡れなくて、どうするにも思うんだ。大事な人たちが泣くならないんだって、笑っていられるんだって、幸せだと思うんだ。大人になってくる違うだけ。
最後まで締まらんところが僕ららしいと思います。はい。次の曲はほんまにみんな大好きやし、もうほんまに聴いてほしいし、ほんまに全ての思いをぶつけます。全力でいきます。まあちょっと上がりにくい曲調かもしれないんですけど、みんな上がってきてくれたら嬉しいです。上がってきてください。みんな上がってきてください。Oh.
がとう。本当にありがとうございました。クッキーモンスターでした。